はい、今日もね、また素敵な衣装をご紹介させていただきたいと思います。そして昨日、初ライブが終わりましたということで、まあ、見ていただいた方ね、ありがとうございましたということですよね。まあ、改善点はね、いっぱいあったんですけどね、例えばこの、ライトとか、まあ、商品が見えづらかったと思うんですよね。結構ライトがね、当たってなかったというか、ね、暗かったと思うんですよね。で、あとピントの問題とか、で、音声もこうね、なんかブツブツ言ったりとかして、音声も聞きづらかったとことかがあるんですけれども、またね、次回、来週の土曜日かな、8時から。で、次回も石のね、ご紹介をしたいと思うんですけども、次回はもう少しブラッシュアップして、いいものにしていきたいなとは思っておりますよね。まあ、回を重ねるごとにね、ちょっとずつ良くなってくるとは思いますので、またね、お付き合いくださいということですよね。で、まあ、動画のね、昨日のライブの中でもお届けしてたんですけれども、まあ、石のご紹介だけじゃなくて、DIY のね、作り方とか、なんか別のね、例えば来週のね、まあ、水曜日か木曜日ぐらいには、浄化の方法なんていうのもね、お届けしようかななんて思ってるんで、その辺もね、またお楽しみにくださいということですよ。ね、まあ、お疲れ様でしたということですよね。で、まあ、僕自身もね、普段こうやって、今日はまあ、録画配信なんですけれども、録画でこうお届けするのと、ライブでお届けするのってね、まあ、全然結構違うんですよね。うん、で、この動画のね、こう、編集してお届けするのっていうのはね、後でまあまあ、いらないところカットできたりとか、まあいろんなことができるんですけれども、ライブっていうのはもうそのまま基本的には乗っちゃいますから、やっぱりね、ちょっとこう、気を使ったりね、言葉遣いに気を使ったりするところがあったもんですから、まあちょっと疲れちゃったところもあったんですけれども、まあ楽しみながらね、できたということで、まあ皆さんのおかげですということですよね。ありがとうございました。で、今日は、石。で、レムリアンです。まあ、昨日のライブの中でもね、ちっちゃな、本当手にこう握ることができるぐらいのね、サイズのポイントのお届けっていうのはしてたんですけれども、で、小さいのっていうのはね、なかなかやっぱり数も多いし、オンラインショップでね、あげるっていうのがね、まあ、順番に載せていけばいいんですけれども、まあ、数が数なんで、大変なもんですから、なかなかお店にあるんだけども、オンラインショップにはあげれてない子がやっぱりいっぱいありますから、そういう子はライブなんかでこうお届けしながら、で、オンラインショップにあげる子はね、まあまあのサイズの子をね、あげていきたいなと思っております。で、今日ご紹介するのは目の前にまあ3点並べてみたんですけども、この子なんていうのは、まあ、今日はこれご紹介しないんですけども、オリジナル鉱山の、レムリアンシードクリスタル。ね。で、なんとここがね、トライゴーニックになってるっていうね。まあ、そこからじゃなかなかまあ見えないと思うんですけども、まあめちゃめちゃエネルギーもいい子なんですけども、これはまたね、ご紹介したいと思います。で、今日はその前に、ちっちゃいんだけど、虹も半端なくて、透明度も高い、めちゃめちゃ綺麗な子。ね。これのね、詳細なところを今日はお届けしたいと思います。すごくいいです、これも。気持ちいいし。で、そこが平らですから、やっぱりね、どこにでもこうやって置けると。ね、リビングに置いていただいてもいいし、それこそ、ベッドサイドでもいいし、まあ、玄関でもいいし、ね、どこに置いていただいてもいいですよね。まあめちゃめちゃ握ることもできるしね、これぐらいのサイズでしたらね。まあ、これはなかなかね、握るという感じではないですけども、これぐらいのサイズでしたら、ね、全然握ることができるサイズですから、今日はこの透明度抜群、そしてエネルギーも最高、そして虹もバンバン出るね、オリジナル鉱山のレムリアンシードクリスタルをご紹介の方をしたいと思います。それでは今からね、詳細なところをね、お見せしたいと思います。これが全体ですよね。すごく透明度が高いです。ね、めちゃめちゃ綺麗ですよね。こんな感じで、ところどころにね、虹もすごい綺麗に輝きます。めちゃめちゃ透明度高いんですよ。これガラスみたいですよね。で、先端がね、もうノーダメージです。もう痛いぐらいめちゃめちゃ尖ってますよね。そこがまたいい。こんな感じで。ね。で、そこが平らですから、どこにでも置けますよね。安定感も抜群っていう感じで。で、今回ね、タワーが結構入ってきてるんですけども、まあ、これはね、中ぐらいのサイズなんですけれども、どれもね、すごくね、気持ちいいんですよね。エネルギーが軽いっていうの、軽やかなんですよね。だからこう下にね、グランディングといって、
こう地に足をつけるエネルギーではなくて上に上げる感じ、すごくね軽くさせてくれますよね。気分を上げてくれる、テンションを上げてくれる感じですよね。すごくいいです。でサイズがねこれぐらい、まあ、持ち歩くには当然大きいんですけどもね、こう握りごたえのあるサイズでね、瞑想に使っていただいてもいいしね、こう普段はこうね、例えばベッドサイドとかに置いていただいてて、帰ってきて握っていただいてエネルギーをね感じていただくとか、いろんな形でね使っていただきやすいサイズになってますよね。本当おすすめですね。これはねすごくいいです。めちゃめちゃ気持ちいいです。で綺麗ですからね、どの角度から見ても美しいです。こんな感じで、でこれぐらいのサイズもねまだまだあるんですけれども、これはねその中でも結構おすすめしたいですよね。めちゃめちゃいいオリジナル鉱山のレムリアンシードクリスタルですよね。まあ、当然ねこの映像からでもエネルギーはね感じ取っていただけると思うんですけども、やっぱりねお近くの方とかちょっと頑張ってね来てみようかなと思われる方はぜひお店に来て触ってね握って、そして感じていただきたいですよね、このエネルギーをね。多分見てるだけでもねこの気持ちよさは感じていただけるとは思いますけど、触ると全然違います。でこの辺なんかもね虹が出てますよね。根元部分にもね虹がね出るんですよね。小さいポイントはね当然持ち歩くのにちょうどいいんですけれども、こういうサイズは家に置いといてね使っていただいたらいいと思いますよね。存在感もありますし迫力もありますしね。すごくいいです。ということで今回は中ぐらいのサイズのオリジナル鉱山のレムリアンシードクリスタル、このタワーをねお届けさせていただきました。気になる方はご連絡ねお問い合わせをいただくなり、実際にお店に来て見ていただければと思います。それではありがとうございました。